今日からお姉ちゃんあっち戻るんだって。どうせ大阪で絵の勉強もしねえで遊びほうけてんだろ。そんなお金ないでしょ。先月から友達の映画手伝ってるんだってさ。映画？うん、パンツなんとか。パンツ怪獣の逆襲。はぁ？でやつはそこで何やってんの？怪獣。想像がつかんな。姉ちゃんって大阪行ってお化粧覚えたら綺麗になったよな。孫にも衣装かよ。それは私のセリフ。じゃあいただきまーす。いただきまーす。やっぱ漫画姉ちゃんあれだったね。大阪だったね。そうだよね。じゃあ関西弁だなと思ったけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。した。キミコってどういう字書くんだ？カタカナでハムの子供って書くんです。じゃあキミコはハムちゃんだね。それじゃハムスターだよ。というわけで本日男子2名はキミコちゃんにこの辺を案内してあげなさい。あの、私の名前キミコのままでいいんでしょうか？大丈夫ですよ。ハムちゃんでもよかったんだけど。おや、気を使うんだね。ダメ、うちは先祖代々船を作ってる家系なの。だからネズミは大っ嫌い。なんかすごく失礼。遅いぜ。よろしくね。じゃあ案内を始めるぜ。これはうちの物置。珍しいものは全然なんも入ってない。うんうん。声やったな。遅いぜ。この道をまっすぐ歩いていったら、昨日お前がバスを降りた塩町桟橋だ。諸々の理由で橋の下は見ちゃダメだし、行くこともあまりおすすめしない。うんうん。でも私今もう一度だけ行ってみたいですね。あ、まあいいけど。この時私はキミコちゃんが将来アイドル歌手として日本中の男性に愛される存在になろうとは夢にも思わなかった。そう、あれじゃあまるで仲良しじゃん。男子同盟はどうなったんだよ。本当にな。あれ？何？男子同盟って。やば！私しばらく大阪の寮に戻るから。オタク、キミコちゃんのことよろしくね。ん？うん。みんな勝手な人ばっかし。ふふふふ、歯磨きだけしに行こうか。間に合うんやろうけど、歯磨きだけしとこう。そのためだけに入っていくのもめんどくさいしな。よし。でも、大阪は私住んどるけどさ、私大阪の人なんだけどさ、オタクって言わないよな。オタク、うん、あ、でもこの時代って言うのかな。うちとか言ってる女の子とかも最近減ったしな。オタクって言わんくな。そうだよね。多分そういうことなんやろな。ニュアンスが関西弁、あ、覚えちゃしまってる。関西弁やなぁは思っちゃったけど、覚えちゃしまってるじゃん。何してんの？このあたり、このあたりの家の縁側や庭は、夏日当たりが、日が当たりすぎないよう工夫してあるんだよ。そうなんや。へぇー。はよ。今日も元気だね。あ、お盆になる前に、浴衣を出して、影干ししておかなきゃ。そっか、影干しか。あれだね。日焼けしないように。やつやね。お、これか。塩の桟橋の上って。じゃあ、太陽君はスポーツマンなんですね。まあな。スポーツマンなんて、英語で言われても困るけどな。日本語で言えよ。運動選手？わけわかんねえよ。
もっとわけわかんないことしてる。何喋っとったん？何喋っとったん？運動選手かよ。ジャジーン。次は？元気かクソガキ。ママだよ、おっさん。それにしても話してて腹渡が煮えくり返るガキだな。ねえ、おっさんってどこに住んでるの？は？俺はこっち島だよ。お前のおじさんと同じ町内。そうだったのか。夜になったらうちに遊びに来いよ。当然何にもサービスしないけど。うん、わかったよクソ親父。まっ全く話してて腹渡が逃げ繰り返るガキンチョだな。その時私は75号さんに家の場所を聞くことを忘れていた。でもまあいいか、夜になったら一軒ずつ覗いてみよう、そう考えたのだった。さてと、俺様に何の用だい？何もないよ、嘘だぴょん。マジかよ。それにしても腹の立つガキだな。入られへんのか。なるほどね。ほい。ほい。よし、行った。クロダイ。いいだこ、ちっちゃやったぜ耳いかかわいいミッキーみたいになってる。とりあえず海に行くか。よーし、今何時？11時過ぎか。下に、ん？この島の石碑は全て怪しいので注意せよと書いてある。どうやらここは危ないところのようだ。入っちゃダメみたいだぞ。そうか。白いロープ、僕の力じゃ動かせない重たいロープ。こんにちは。白波のおじちゃんやおばあちゃんは元気？うん、元気だよ。うちの犬の名前はヴィヴィアンって言うんだ。
この家のヒゲのおじちゃんがつけた名前だよ。ほー、ビビアンね。お座り。尻尾は？やっぱり頭いいね。じゃあ問題を出すよ。5×3-4=14。5、3、11か。ワン、ワン、ワン。いきなり怒ることないじゃないか。怒られちゃった。この島の石板か。石板？石板じゃないわ、何だっけ。石碑か。どっかあるかな。ああ、そういえば、神社行ったな。神社とかなかったっけな。なんもないか。こっちなんもないんだっけ。おお、なんかいっぱいおる。墨流し。うわ、綺麗。あれは、あ、違う違う。裏じゃの目。もうちょっと書いてあげてよ。お、カラスアゲハ。お、綺麗。めっちゃ綺麗やん。お、なんかおるぞ。クマか君は。安定のクマか。クマやったわ。こういうやつとかってこと？なんかおる。普通に虫捕まえた。これはなんだ？なんかニュー。捕まえた。あぶねえ。逃がすところだった。なんだ。かわいいハート。サーキーモンキツのカメムシ。カメムシなんだ。1の時思い出すな、こういうとこ来るとな。たこ揚げがしたくなるね。たこ揚げがね。でもここぐらいしかないよな、やっぱり。君は何や、クマか？あ、クマっぽいな。キングにもならんな。キングだったら差し替えとかしたいんだけど。今作なかなかキングに出会わん。こういうとことかなんかあるかな。まあ、まだまだいけてないとこあるしな。釘欲しいんだけどな。釘ゲットできてないしな。蜘蛛の巣だらけだった。
こは？何もないなぁ。なんかあんのかな？なんかいるかな？なんかいたな、今。チェッ！何にもいないや。カメムシさんかな、ハートの。ハートのカメムシ。そうだね。なんかいたね、今。ハートのカメムシかな、また。これ。カメムシ捕まえれるってすげえな。カメムシ食っちゃいのに。食べたらどうなる？あ、でも体力回復するんだ。なんか捕まえた。うん、なるほどね。怒られそうやけどな。じゃあ釘はここじゃないのか。ういっ、マイク当たってしまった、申し訳ない。すごいじゃない。お、ボラ。ボラ。本当にボラって漢字の見た目わかるで、その気持ち。いやー、のどかだなー。お、重そう。何が釣れた？結構でかいの釣れたよ。おー、オッケー来たー。ボラ。ボラ、オッケー。2尾でオッケー。あ、なるほど。おばあちゃん、ゆっくりしてるね。何してんのやろ。あ、ぼくくん、お魚釣ってきた？釣ってきた。あ、結構。あ、ちゃうわ、3匹あったら、ああ、なるほどね。ほら、カレー。じゃあ、今日の晩ご飯に出してあげるからね。あざす。カレー風、風味焼き。いいね。おばあちゃんは何をしておるのと。あれ？おらんだった。あ、じゃあ縁側や。まだ座ってんのか。手前とかなんかあんのかな。ほーら、なんかあった。なーに、もんけし。ザ。快速？
これはちょっとだけ珍しいもんけし。この時点で、なんか絵日記的なものあるんかな？あ、これは書いてみようか。全部夜に書くっていうよりは、どっちの方がいいんだろうな。ああ、お姉ちゃんは怪獣なんだ。お姉ちゃんは怪獣なんだよ。びっくりしたよ。怪獣は僕の家来が。マイペースなキミコちゃん。勝手な人ばっかりだ。男の子、男子同盟はどうなるの？本当にな。もう消し、来たナンバー3。レアではないのか、これは。よし。まだデートしてるじゃん。かわいいよね、確かに、キミコちゃんね。かわいいよね。わかるわかる。かわいいよ。うん、わかるよ。かわいいよ。合言葉をいいな。つまらぬものを切ってしまった。またつまらぬものを切ってしまった。またつまらぬものか。よし、中に入れ。あざす。我々吉田兄弟は昼間の間この塩町桟橋橋の下基地において合宿状態に入った。それは今月10日に西相撲団体戦の予備大会があるという噂を耳にしたからである。ほう、本当？へへ、バレちゃしょうがない。試合は団体戦をトーナメント形式でやろうと思ってるんだ。だったらなるべくたくさんの虫を育てておく必要があるね。その通り。10日の大会で様子を見て25日の本大会に備えるってこと。僕間に合うかな。なあ、虫足りんな。試合に出られるだけありがたいと思いな。というわけで各自持ち場につけ。おう、おー、私は虫に触れないから虫相撲ができないんだ。虫の代わりに私が戦う、買うわけにはいかないし。なるほどね。明日、どこへ行けば面白いか予言を聞きたい？予言聞きたいな。じゃあ今日は4ね。1、2、3、4。はい。お、2個。じゃあこの中から好きな数字を選んで。はーい。秘密基地。秘密基地？また明日も秘密基地。秘密基地がおすすめ。どう？当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。太陽くんの部屋、夜。おお、太陽の部屋の夜。男の子の部屋。どう？当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。こっち島の海水浴場、昼。ほうほう。ビーチ。白波山地の前にあるビーチのことね。あそこは、道路の方にも人がいることがあるから探してみようね。オッケー。当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。裏。ほうほうほう。ああ、あれだね。おっちゃんだね。誰か住んでるの知ってる？どう？当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。うい。マメは本当に何でも知ってるんだ。俺たち今特訓中なんだ。
僕たち今特訓中なんだ。あれ、兄ちゃんも同じこと言ってた？言ってた。お前がこの基地に来るなんて、やっぱりなんか変だな。ま、そのうち慣れるだろうけど。よし。試合モードには弱と強の2段階がある。弱で相手が弱すぎると感じたら強に切り替えて戦ってみようね。 OK。 なんかやる気満々マンがおるぞ。なんだあれ、これ何使用中。あー、特訓か。何？スタミナアップ。思考。押す力。踏ん張り。ヨコちゃん。お兄ちゃん。カミヤちゃん。コクワちゃん。スタミナ踏ん張り。あ、そういうことね。踏ん張りは若干足りない気もするな。弱いで戦っていきましょう。勝ってよ。勝ってよ。さあ、行け。行け。はいはい。勝ってよ。ピストル今。行け、お前。あれ？あれ？
船。ああ、でも何もないか、この辺は。こことかなんかあるかな。いや、特に何もないね。何もないですね。ええな、ずっとデートしてんな。釘どこでゲットするんだろうな。わかんねえな。お、なんかいる。何やってんだろう。ねえ、なんでマメちゃんは何でも知ってるの？だって私未来から来たんだもん。へえ、そんな名前の町が近所にあるんだ。明日、どこへ行けば。じゃ。ここのお店はおにぎりが美味しいよ。宣伝いるやん。めちゃめちゃ宣伝してくれる。いらっしゃい。いらっしゃい。ただいま、コロッケソースかけ放題サービス月間実施中。どれぐらい、まあ、そんなでも大してかけられんけどな。さてと、またコロッケでも揚げておこうかな。あんなくれてる。マイダリー。あざーす。あんま店の中入ったことないな。一回ぐらいしかないかな。たくさんのトイレットペーパーが積まれている。大量にうんこがしたくなっても大丈夫だ。間違いない。美味しそうな魚の缶詰。かわいい猫の絵も描いてある。猫ちゃん、あ、釘20円。釘の箱がある。10本で20円ってことは、2本2円かな。釘欲しい。釘欲しい。釘売ってないのかな。釘売ってないの？よっしゃい。釘売ってねえ。はい、マイダリー。誰か、ああそうだ、誰か釘をご所望な人とか出てくるのかな、後々。アイス。水軍の地図を探しているんだって。だったらうちの蔵の中にヒントがあるかもしれない。うちの蔵の中に、蔵の中、何それ、何そのヒント、何そのヒント。ちょっと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 、あ、しまなみのおじちゃんには今の話は内緒だよ。わかった。間違えた。買いポスト。こういう、こういうとことか、なんか出てきたりしない？竹取物語的な。ないな、何もねえな。竹取の沖縄というものありけり、の山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使えけり、なおばさぬきの宮津ことなのにける。竹取物語な、つい最近うちの娘がなんかすごい読み練習してたな。小さな鉄棒、兄弟って言うと末っ子。中くらい、
次男坊、長男、長男、登れるのかな。あ、登れる。あ、なんかあった。やったー。誰やこのところのキッパー。なんかあんのかな。どこに何もあるわけではないか。うん、なんかいるね。手前、手前が、手前様に。何ですか。どこに何もない。よいしょー。帰るぜ、晩飯だ。はいよ、わかった。やったー。今年で終戦からもう40年なんだね。終戦？戦争が終わった時のことよ。小野の地の向こう側に大きな大きな町があって、そこに戦争が終わるちょっと前、原子爆弾が落ちたの。すっごいたくさんの人が死んだんですよ。そっか、キミコちゃんのお母さんの出身地だもんね。あっち島の造船所も何度も何度も飛行機に狙われて、働いてた学生たちまでたくさん死んじまった。その年の暮れから除夜の鐘の代わりに船が108回の汽笛を鳴らすようになったのさ。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕、あっち島の一番奥の岬で古い地図を見つけたよ。すっごく遠くまで見える素敵な場所にあったんだ。ああ、あそこには歌碑があるだろう。島々の志島に見ゆる水軍の生きし跡かな夏草の城ってやつね。いい歌よね。確か読み手は結構怪しい人だったけど。夏草の城か。隣島の水軍城はあの岬からの眺めが一番だね。というわけで古い地図は残り3枚。まだまだ道は遠いぞ。昭和漫才でしょう。本日もやってきました。昭和漫才でしょう。ちゃんと家計をつけなくっちゃな。今日の漫才師はおばちゃん、なかなか続けられないのよね。それではお風呂、お風呂。ちゃんと自己紹介しましょう。僕の名前が高倉亮で、相方の隣にいるのが高倉亮で、高倉亮しか言ってないじゃないか。高倉亮。危ない危ない。キムコちゃんがお風呂に入っている時間だった。そうなんや。そんな時間があるのね。じゃあ今の間に。なんでお前と結婚しなきゃいけない。まだキスもしてないしさ。しないよ。大体俺ら男同士だからね。分かってる。俺が一番今言いたかった男同士だってことをよ。女性と結婚したいんだ。ああ、でも大変そうだよ。ああ、そうですか。親御さんをくださいと言ってください。なんでお父さん側が言わなきゃいけないんだ。お前が言ってくんだ。お父さん、僕に娘さんのお母さんをください。夜でも最近は結構暑いな。海に入って泳いできたらいいじゃない。だから兄ちゃん泳げないって言ってるだろ。いらっしゃい。ただいま、コロッケソースかけ放題サービス月間実施中。作文みたいになっちゃってる。夏休みの宿題じゃないんだからさ。瀬戸内は波の音が静かなんだ。後で波打ち際へって聞いてきてごらん。分かったよ、おじちゃん。はい、前だり。時間間に合うかな。ええ音やね。さあ、8時。ここだ。
ねえ、船のおっさん、75号さん。ここじゃないのかな。お前よくここを探し当てたな。わかんないと思ってた？うん、お前にはな。それにしてもお前のうち親戚や家族が多くていいな。どういうこと？俺んとこなんか家の大きさはそっちと同じくらいだけど、いつも一人だ。一人っきり。手をしても一人。じっと手を見る握りっぺ。なんで一人なの？それは天涯孤独ってやつだからさ。天ぷらが猛毒？一人だから一人ってこと。あ、この店で50円ゲームやった？やった。そうか。楽しくて俺は好きだぜ。一緒かな。まだ聞けないのかな。まだ行けないのか。9時過ぎないといけないのかな。じゃあおばあちゃんの部屋行ってくるか一回。どんな漫才で笑わせてくれるのか楽しみですね。おばあちゃんいないかと思う。あ、いなくなっちゃった。昭和漫才でしょう。本日もやってきました。昭和漫才でしょうのお時間です。今日の漫才師は三拍子のお二人です。それではどうぞ。こっからこの時間はキミコちゃんが今風呂入ってるから無理か。じゃあ9時以降から忙しい。よし、お風呂。お、一人ぼっちだ今日は。うん、すっきり。さてと、昔話の続きじゃぞ。はあ、自分でも昔話って言ってるじゃないか。まあまあ、最後までちゃんと話を聞きなさい。タヌキは呪文を唱えると、ポンポコポン、腹包みを打ち出した。すると、みるみるうちに、池の水は大きな穴に吸い込まれ、あっという間になくなってしまったのじゃ。池の底から無事落とした金槌を見つけた。平助殿は大喜び。そこで、タヌキはこう言った。この大きな穴が我々の城にある異世界への入り口です。タヌキに導かれるまま平助殿は暗い地底の鬼が住む王国や海の底の竜宮城を通り抜け、やっとのことで彼らの城へたどり着いたとな。うんうん。というわけで今夜の話は、今夜はここまで。続きは次回のお楽しみじゃ。ありがとう。ここの島の人たち、本当にいい人ばかりですね。僕以外はね。はぁ？昭和漫才でしょう。いった。ごめん、おっちゃん。新聞踏んだ。うんうん。今年の夏まで終戦から40周年か。仕事の話してくれんの。なんや。高倉涼です。高倉涼しか言ってないじゃないですか。高倉涼と久保高政で三拍子です。よろしくお願いします。僕の最近で結婚したいななんて思ってるんですよ。いやまだ早いんじゃないの。
いるやん。何してん。惚れたか。ハムちゃんに惚れたか。いいか。男子同盟は鉄の結束で結ばれた男の約束なんだ。女子になんて負けちゃいけねえ、負けちゃいけねえぞ。はあ。はあ。そこ破ってる感あったけど。お、やったー。豆電球をつ、豆電球つけをやらせてみた。考える速さが増すよ。ボラのカレー、風味焼きを作ってもらった。釣りをしたボラでカレー風味焼きにしてもらった。75号とお話しした。なんだか悲しそうなんだ。